こんにちは、ミスター M さんですか。いやー、いいですね。やっぱりね、年を取るとね、どうしてもね、人を評価したくなるんですよね。偉そうに評論ぶりたくなるんですよ。まあその最たるものが私なんですけども、まあこういうね、人をすぐに評価するおじさんは痛い気ですね。うん。で、人を評価する人ほど、てめえは自分は何もやってないというね。うん。だからやっぱり若者に届かないんですよ、言葉が。老害と言われるんですよ。よく年を取る人がね、年を取った人が若い人を見て常識がないって言いますけども、若い人は今この瞬間の常識を生きてるんですよね。で、年齢を重ねると自分が若者だった時の常識をまだ持ち合わせてるんですよ。気の毒ですよね。私48ですけども、20代の頃スマホはなかったです。 SNS もなかったです。その頃の常識を、スマホがあって SNS があって、このね、新型コロナウイルスがある時のこの時代に当てはめてくるんで、立ちが悪いですよね。もうこう、何ですかね、家の中で在宅で引きこもって稼いでる人、そして自由に生きてる人を、お前ね、集団生活ってもう何だと考えてんだと、みんながお前みたいなことになったらどうするんだみたいなね、おかしなこと言ってくるんですよ。いや、みんなが俺みたいにはならないからと、みんなは相変わらずみんなのまんまで、俺だけ特別なことやってんだよ、別なことやってんだよ、だからいいでしょと、個性的価値を応援しましょう。なんでおじさんは未だにみんなと一緒じゃないといけないと思ってるんですか。だからお前はみんなと一緒なんだよみたいなね、そんな言葉がね、突き刺さってきそうな今日この頃でございますけども、まあね、ミスター M さんはね、とにかく自分のボディとしか会話してないですね。うん。そして人のことをとても優しく包んでくれる、そんなね、レビューがあります。うん。これは、うん、いい、まあ、まさにハートオブマッスルですね。心が筋肉というか、人を攻撃する要素など持ち合わせていないと。素晴らしいですね。うん。実はこういう男が一番モテるんですよ。うん。私みたいなのね、もう瞬間湯沸かしみたいなんでね、まあ、ちょっと目立つんですけども、うん、あれ、あなた何子ちゃんだっけみたいな感じでね、すぐね、女の子忘れちゃうんでダメですね。うん。まあ私のことはさて置いといてですね、うん、ミスター M さんっていうのは、私もね、最初会った時から実直でね、凡事徹底できる人だなと思ったんですよ。で、1年以上ですね、毎日こうやってマッスル系の筋トレ系のね、動画やトークがずっと送られてきて、そこには強い芯を感じますね。それこそなんでなんだろうなと思うんですよね。これなんでなんだろうなっていうのは、出会った頃って100キロ超えのね、こういう風な、なんですか、体型も下三角形っていうかね、ボーリングのピンみたいな形したんですよ。皆さんも動画見てご存知だと思うんですけど、でも今シュッとね、プロレスラー、アスリートの体ですよ。このたくましくてね、すごいですよね。じゃあなんでね、もともとこんな体になっちゃったのかなと思うんですよ。で、こういう風な体になる前にあの根性があるんだったら、グッとね、なんか止めることができたと思うんですけども、ここにはね、一つの回答があります。それはですね、 YouTube を通じて人に見られてるという意識なんですよ。そして自分のボディを見せつけなければならないというね、だから自分へのボディへの対話があったんですよね。でも自分のことを全く見せずに人のことばっかり見てると、その見てるやつの評価をしたくなるんですよ。で、ミスター M さんは自分の動画を作るときに、編集作業をするときに、自分の体が見えるから自分の評価をしてたんですよね。これがいい効果を生んでたんじゃないかなと思いますね。うん。だからやっぱりね、私はね、顔も出さずに名前も出さずに批判ばっかりしてくるコメントをね、つける人、別にそれはいいと思うんですけども、一番損してるなと思いますね、そういう人はね。何かね、自分はね、誰かを評価して高みに立ったつもりでいるんですけども、現実はどこも変わってない、そんな姿があるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりミスター M さんは真摯に自分の体と自分の人生と向き合ってきたかなというところがね、彼の魅力ですね。きっとその思いっていうのは、たった一人の人を、たった一人の女性をね、愛するときにブレイクすると思うんですよ。誰がこの栄冠をつかむのか、ちょっとミスター M さんのモテモテぶりをこれからね、もっともっと掘り下げていきたいなと思っております。2月28日オンライン焼肉でその秘密がわかるかもしれない。私はね、いろんなシークレット質問用意してますからね、ミスター M さんの女性関係をこれからね、探っていきたいかなと思いますけども、まあまあまあ、それはね、プライベートに関わることなんで、まあ、好きな女の子のタイプっていうのはね、いろいろ聞いてみたいなと思いますね。
うん、何パターンかこう画像を用意しておいて、こんな方どうですか、こんな方どうですかとかね、こんなファッションどうですか、こんな格好してる女の子どうですかみたいなのね、いろいろと掘り下げてみようと思いますんで、面白いと思いますよ。面白い。もうとにかくね、可愛い女の子に特化してオンライン焼肉会を今回はねちょっと仕込んでみようかなと思いますからね、これはお楽しみに、お楽しみにございます。ではよろしくお願いします。